はい、皆さんこんにちは、ムロトフです。カードサバイバルトロピカルアイランド、続きをねやっていきましょうか。現在雨季で34日目ですね。夜中の22時45分となっています。ここはね寝た方がいいかな。ただ体が汚いんだよな。でもね、水でね体を洗ってしまうと寒さかなりやばそうだから、これはこれで寝ておきますかね。冷たさはねこれ以上こう増さないと思うんで、ぐっすり寝ておくと。ちなみにね、研究は何しているかなんですけども、前回からねこの水ろ過器を作ってますね。これによって汚い水をねこう浄化することができる、新鮮なね水が通れるということかなと思います。さあ、ちょっと匂いも気になるから、これさ使い方としてはこういう風にしてあるんだって。30分ですね、いいかなね、綺麗にしておきましょう。そしたらねサクッと寝れるんではないでしょうかね。ベッドですね。さあ今回は4時間ぐらいにするかな。一旦ちょっと4時間ね様子を見ておきましょう。さあ覚醒状態ね、睡眠がちゃんと取れました。そして精神構造が危うい気がしますね。微妙か、まだ寒さが残るぞと。で明るさなんですけども、今これってついてるの？かまどがついてますね。そうかそうか。引き続きさ、かまどさ、やっておきたいんだけど、何かさ、入れるものがないのかな？なかなかね、入れるものがないんですよ。外見ていこうか。そういえばさ、燻製とかもいいですよって言われたんだよな。このかまどを利用して、今日は燻製を作っていきましょうか。ね、コードがある。この半丸太がね、材料になればいいんだけど、なかなかならない。木材もね、一応燃料にはなるんだけど、あんまりね、火力は増さない。逆にこういう葉っぱの方がいいのかもしれないけど、そこまで効率が良くないということなんだよな。小さなヤシか。これやってみる？倒してみましょうか。どっちみちね、長い棒が必要なんですよ。ということで、よいしょと。はい、斧ですね。サクッといきましょう。あ、そっか。あと1時間ぐらい必要なのか。ちょっと瞑想しておくね。一回瞑想しておきましょうか。これもね、一回戻して小屋に入りまして、喉乾いてはいるけども、ちょっと久々に瞑想、もしくはまたほうきで入っておくとどうかな。よいしょと。あんまりね変わらなさそうですね。現在3時45分か。飲み物5キュリちょっとやっておきましょうかね。その方がいいよね。さあ飲み物としてはこちらでゴキュッと飲んでおきます。まだまだ時間がありますね。体も寒いと言っている。いろんな作業をしたいんだけど、かといって作業もねなかなかできないかな。毛糸作ってるんですよね。原材料も結構限られちゃっている状況だ。ちなみにここら辺は何が必要？枝が必要なんですね。枝がないか。そしてキャンプファイヤーもこれ解体しようかな。ね。そうしましょう。解体すると灰と石がね、取れましたと。ベッドはね、解体できないんですね。そしたらばカモメでもちょっと取っておく。燻製にするためにナイフでね、サクッとやっておきましょうか。よいしょと。それでは、いきます。よし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 。やれた。で、もう一個やっちゃおうかな。よいしょと。はい。カモメのね、鶏肉ですね。取れましたので、この中に入れておく。骨なんかはもう外に置いちゃおうかな。ね、そうしましょう。晴れましたので、こちらに戻って出て、羽毛はね、この外に置いて、ここらに外に置いておくという感じかな。そして、食料が必要か。まだでも我慢できるかな。できそうですよね。そしたらば、斧、ね。ここで使いましょうか。小さなヤシですね。ガーッと取りました。はい。棒も取りました。そしたらば棒ここに入れたいんだよな。あとどんぐらい？あと3つ必要なのか。で、このヤシの葉っぱさ、もう燃料にしちゃおうかな。ね、そうしましょう。小屋に行って、さっき言った通り、かまどにぶっ込んでる。全部ぶっ込んじゃってどうだろう。よいしょと。ぶっ込むと 19% か。そうか、そうか。これ一応取っておく。そしてこれを入れると 13%。あ、少し少なくなった。そういうことね。おうほうほうほう。13%。では火を起こしてこうやっておくという感じですね。これでね、ずっと放置していても焦げないで燻製になるみたいなんですよ。いいよね。そし
したらば外に出て、今回塩エンドコですね、やっていきたいなと思うんで、貴重なコメントがありました。海水はね、この壺、粘土の壺で取るといいですよということみたいなので、そうしておきましょうか。一応ちょっとゴキュウリ飲んでおく。後々ね、この水は捨てちゃう。で、海水を取るという感じだ。それでは、これね、斧をしまっておいて入り江に行きましょう。海水が取れますからね。はい、入り江に着いたらば嵐のダメージを確認すると言ってますね。何もない、やった。で、噂によればですよ、このエンドコ今ね、水が溜まっちゃっているんですけども、これをね、ビーチじゃない、海につけるといいって言われたんだけど、海水取るんだって。あれ、取れないね。そんなことはできないのか。そうかそうか、それとも水が入っちゃってるからできないのかな。空っぽにするね、エンドコ状態。あ、こうだこうだこうだ、よし、できた。はい、一気にこれで水が入りましたね。これで海水ってことかな。水ってただ書いてありますけど、一応海水でも新鮮な水って書いたんだよな。もう一回空っぽにしようかね。これで事実上水はないよね。で、海水を入れる。あれ、水全然ダメだ。そうか、じゃあこれね、空っぽにする。今雨降ってんのも気になってんだけど、これね、海水入れる。あ、海水になりましたよという感じですね。よしよしよし。そしたらば、ここでも木関係ちょっと取っておこうかな。向こう側行って取っていてもいいんだよな。ヤシのね、木も取りたいんだよな。なかなかいろいろやりたい。うん、悩ましいですね。特にヤシの木はね、我々スリッパを作りたいから、ぜひ取りたいんだけど、斧がね、ちょっと限界あるな。これはここで取るべきではなさそうですね。一回戻りましょう。はい、そして海水は小屋に行って、壺ですね、これをこの中に今度ぶっ込みます。よいしょと、ぶっ込んだ。よしよしよし、これでね、塩ができそうですね。3時間後に燻製ができると言ってるんですけども、ダメだ、ちょっと食べちゃおう。よいしょと、食べたね。もう一個だけちょっと残しておくという感じにしておきましょうか。そしたらば、もう一回戻って、で、我々は斧でいろいろやりたいなと思います。よいしょと。で、ジャングルをこうね、やると、そうすると木とかがね、大量に取れると思うんですよ。で、これをさっきの小屋にね、燃料として入れておきたいなと思いますね。はい、かまど 30%、 これも全部入れちゃえね。こういう感じで 40% ですね。非常に便利かなと思います。そしたらもう一回外に出て、今度はジャングル探索しましょう。そうするとね、いつも通りなんですが、小さなヤシと小さな木が取れますと。で、ここで小さな木を解体しますと、いつも通りね、葉っぱが取れて、長い棒が取れて、枝が取れますと。で、さらに斧が 15% まで減少しましたけど、引き続き行きましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん。無限に取れますね。さすればもう一回やって、で、はい、確認して、朝の8時ですよね。これでさらに長い棒を取ってって、もう一個長い棒を取るかな。そうすると斧がね、壊れちゃうんですよね。うん、あ、しまったかも。これさ、丸太がないから斧作れないっていう感じになっちゃうのかな。火打ち石の斧とか作れそうなんだけど、これ作りたいな。木材と、切る道具となってますよね。できないか。一応さ、ここにレシピだけは置いておきましょうか。ね、そうしたいなと思います。そしたらば、ソリをね、作りたいので、1時間かけておきましょう。はい、なんとかね、念願のソリを作ることができました。これで重い荷物をね、運べるということになりますね。これさ、装備できないのかな？ちょっとやってみましょうか。こっちに置いていける？置いていけないですね。本当にもろこれをね、持っていくっていう感じで、いろんな物資をね、漁っていくのかな。さすればですよ、早速行きたいところだけど、再度これ設置しておきましょうか。ね。そして、種入れておこうかな。あとは食料は十分あるよね。うんうんうん。コード、これちょっと取っておこうか。ね、よいしょと。はい。ビーッと取っておきましょう。こんぐらいでいいか。そしたらば、室内に置いておけばいいと思うんで、カーッとやっておきましょう。塩漬け。お、レシピがね、解放されました。やってった。そしたらば、かまどですけど、これ燻製肉なんですが、ちょっと栄養価落ちるかな。そんなこともないか。ね、ゲットしました。そしてもう一回外出て、いろんなものを取ってこようかな。これ基本的に、ひょっとしたら長い棒とか枝とかしか持ってけないのかな、この運搬用ソリって。そうかもしれないね。まあいいや、一旦さ、湿地帯行ってみる。ちょっと行ってみましょうかね。湿地帯に行きます。
あれお肉大丈夫かな。あ、鶏肉飽きちゃった系ですね。そうかそうか。ほう、これさ入れられるね。イノシシの牙入れておきましょうか。骨も入れられる。骨も入れとこうか。よいしょと。うん、乾いた葉っぱも何気にね燃料になるから全部入れておきましょう。あ、結構いっぱいいっぱいなんだけど。うわ、なんかそんな持てない気がしてきた。大丈夫かな。乾いた葉っぱじゃあこっちに入れとくか。よいしょと、入れられるだけ入れておく。こっちにも入れられるだけ入れておきましょう。よいしょと、こんな感じね。まだ入りそうだけど入んないか。そしたらばこっちにもガーッと入れておくと。うん、これでねまだまだ入りそうだ。湿地帯はねまだね探索し尽くしていないので、これでガンガンいっちゃいましょうか。やったね、木材取れましたので、この中に入れておく。ちょっと疲れちゃったので休んでおく。お、そしたらばこれさ、抗生物質が含まれるさ彼岸花ですね。これはここにあるよっていうのをちょっと覚えておこうか。こっち側に置いておきましょう。これ取っちゃうとさ、多分ね消費期限みたいのがね出てきちゃうんで、うかつには取りたくないなと思いますので、ここに置いておきましょうかね。そしてよいしょと、もっともっとやる。枝ですね、取れました。今11時50分か。もう少し進めていきましょう。木材取れました。どんどん取れます。よいしょと。ほう、なんか謎な洞窟ですね。これはクマとかがいそうで、うかつにさ入ってしまうとやばそうな気がするな。言ったんですけど泥を持ってく。ちょっと泥を持ってきつ、あ無理だ、もうこれ以上やめた方がいいかもね。今回の収穫はこれで十分だと思うんで、よいしょと戻しておきましょう。そしてジャングルね戻ります。そしたらばいろいろ取りましたので下にね置いておきます。こんな感じですね。うん、そしてこっちに戻しておきましょう。で斧をさ作んなきゃいけないので、サクッと忘れないうちに斧をね作っておきましょうか。あ、さっきのさこれで作れるかな。我々が作りたい斧はこのね頑丈な方なんですけども、これ切る道具が必要だというので、ちょうどナイフがあります。これじゃダメかな、いけるね。ほい、そしたらば1時間30分かかりました。おっと、ここでさ火打ち石のさ板が必要なんだ。そしてコードも必要。石なんかは普通にありそうですけど、見ていきましょうか。石はね確か小屋の中に腐るほどあると思うんですよ。これもちょっと持ってこうかな。そして石ありますね。骨じゃないや、石。よいしょと、こんぐらい持ってって外に出ておきましょうか。でさっきの通りですが、キャンプファイヤー崩しちゃってもいいんだけど、こういう感じしとくかなね。そして毛糸はコードに分ける。小腹がね空いてきた。自動で入れる。そうするとね火打ち石のね板が必要なので、これちょっと急いで取りに行ってもいいかもしれないな。ナイフは入れておくか。14時35分でしょ。ギリギリ行けなくもなさそう。ここら辺ちょっとね取り出しておいた方がいいかな。あとこっちもね取り出した方がいいですね。よいしょと、重いから。そしてこの中に置いておいて、燃料ですよね。さすれば火打ち石の板ね、今回取りに行きましょうか。よいしょと。うん、そしてカモメが来ましたけど 100% でやっつけておく。そしてこの中に入れておく。火打ち石の板はどこで取れるかなんですが、多分ビーチかな。ビーチに行って、はい、ここダメージはなかったよ。そしてここですね、岩場で多分取れるはず。そしたらば、はい、ダメージなかったよ。あ、綺麗なね貝殻なくなっちゃったよと言われてますね。ここで火打ち石取れると思うんで探していきましょう。はい、カットきます。よしよしよし、お肉ゲットですね。さらにどんどん進めていく。貝ゲットか。うん、火打ち石なかなか取れない。あ、やばい、怪我した。最悪、何これ、足が大変なことになってる。ほい、ウニの針を取っていくんだけど、このままじゃちょっと歩けないから、がっつり取っていきたいところですね。ちょっとなんか細菌感染とかも怖そうなんですけども、よいしょと、はい、取りました。治療もね、しなければいけないと言われたから悔しいんですけど、一旦さ、これで戻ります。食料せっかくだったら取るか。ね。ここでがっつり、あれ？食料取れたかな？体洗っちゃってるか？
そうかそうか。これはちょっと食料取れないのね。こうやると取れるんだけど30分だからちょっと怖いか。うん。なかなかさ、思い通りに進まない感じがしますけども、戻りましょうか。ビーチに戻ります。ほい。18時20分。疲れちゃってる。ここで休むか。微妙に休んで、ジャングル向かいたいのだが、浜辺か。一回浜辺行かないと。やばいやばいやばい。大丈夫か大丈夫か。大丈夫そうかな。そして道ですね。ここでなんか取れるものはあるかな。特にないですよね。そしたらば戻ります。はい。なんとか到着しましたね。そして食料ね、ちゃんと入れておきましょう。貝を入れておくでしょ。そしてウニ、カモメね、取っておきたいのでやっておきましょうか。うわうわうわ、すごいなんか疲れてるんだけど。あとね、足ね、包帯巻いといた方がいいかも。ということで、今回はここまでにしたいと思います。なかなか難しいね。続きは見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.